大ムカデモ目は、ムカデズナに属するターシ類の一グループである。ムカデとして、最も一般的に知られている。大型の種類が多く、ベルビアンジャイアントオウムカデだと40センチメートルから60センチメートルに達することもある。ムカデは、漢字で、ムカデと書くが、大オオムカデの場合はそれより少なく、死が赤ムカデかは23体、他の群では21体である。 獲物を求めて地上を素早く移動できるだけでなく壁や木に登ることもあるという頭部の下に学士と呼ばれる毒詰めがありこれで昆虫や小動物に挟むように噛みついて毒を注入する蜂に似た毒を持っていて噛まれるとすぐに強い痛みが続きそこが赤く腫れる死ぬことはまずないがアナフィラキシーショック等全身症状が出た場合は 救急車を呼ぶべきである。長靴の中に入り込むこともあるため、梅雨の時期は、ムカデがいないか確かめてから長靴を履くようにすることが大事である。人間への郊外は、ほとんどが、大ムカデ類噛まれる被害の多い大ムカデ類だが、世界中で、いくつかの神話や、伝説のテーマとなっている。滋賀県の三上山や、群馬県の赤木山にいた大ムカデの妖怪は、 山を七巻半するほど大きな体を持っていた。竜神一族はこの大ムカデに苦しめられていたが、タワラ東という武士に唾をつけた弓矢で退治された。また、非常に凶暴で攻撃性が高い、絶対に後ろに下がらないという俗心や、多くの卵を産み、温めて守ることから、戦国時代にはムカデにあやかり、 甲冑や刀装具にムカデのデザインが取り入れられたり、旗刺し物にムカデの絵を染め抜いたりした。商店等でもムカデの死の多さから客足が多い、強い攻撃性から盾に負けないという意味で縁起物に使われるようになった。油漬けや漢物は、火傷や切り傷にも効能があるとされ、民間役として一部への市販例もある。 観賞魚等の餌として冷凍されたものが出回っており、地域によっては、大ムカデを食用にするようだが、産業との関係は少ない。ペットとしての飼育対象にもなっており、様々な種類が入荷されている。大ムカデ目には800種近いムカデが含まれている。日本から東南アジア、南米等の熱帯雨林等に見られる。飛びつムカで銅は、新緑色、頭は赤、死は黄色。 体長8から15センチメートル。ゴキブリやバッタ等を食べる。本州最大のムカデ。青ズムカデトビズムカデに似るがやや小型。体長7から12センチメートル。頭と胴は青、または青紫色で、触角と死は黄色いものと赤いものがいる。赤ズムカデ頭と死は赤、頭部は黒色。全体的にトビズムカデに似る。 東南アジア原産でペットとして各国で飼われている。体長7から12センチメートル。台湾大ムカで頭は濃い赤、銅はオード色。黒っぽい横縞模様も特徴。日本では琉球列島に見られる。東南アジア原産で世界の暖かい地域に暮らしている。体長10から13センチメートル。ハブムカで日本では最大のムカデで。 2 4トルにまで成長する。かなり攻撃的で、毒性も高い。台湾オオムカデは、ハブムカデの小型個体とされることもある。ペルビアンジャイアントオオムカデ南米の熱帯ウリン島に生息。世界最大のムカデで4 0トル近くに成長するが、4 0トルはザラで、最大6 0トルにまで成長するという。地は黄色、または、 黄色と黒の縞模様で、これは毒を持っていることを示す、警告色である。洞窟でコウモリを捕らえる習性も確認されている。ベトナムオウムカデベトナム等に生息する、オウムカデ。体は薄赤黒く、死がオレンジ色のオウムカデではよく出回る品種。脱皮を繰り返し、体長は30センチメートルに達する。毒性は強く性格も凶暴。 地中海大向かで地中海沿岸に生息。それぞれの動節の後ろ端は黒く、島模様に見える。体長10から12センチメートル。マレーシアジャイアント大向かでオニオ大向かで、マレージャイアント大向かで、マレーシアジャイアントセンチピードとも呼ばれる。マレーシアに主に生息。体色は赤く、体節には黒い模様が生える。体長20センチメートルにまで成長する。 ありがとうございます。